平成21年10月28日、阿蘇市立体育館で、平成21年度阿蘇市戦没者追悼式が行われました。この日は、阿蘇市遺族会連合会や行政関係者などが参列、国歌斉唱、黙祷を捧げた後、抗運動銀英会阿蘇中央支部による献詠が行われました。その後、献花が行われ、阿蘇市長をはじめ市民がそれぞれ一輪ずつ持参した花を祭壇に捧げました。先の大戦が終わりを告げてから早64年、恒久平和の誓いと亡き戦没者の冥福を祈りました。